はい、どうもカッパ園長です。それとじゃあ最後はね、今までもこの太陽光メガソーラーですかね、太陽光利権詐欺、この辺の話はもう何度もしてきましたけれどもね、いい加減日本でこのメガソーラー早く禁止しろよとね、国政府としてね、これはもうやらせんなと、禁止しろよと、実際被害出てるじゃねえかよと、何のためね、なんでだって中国企業とね、それにこの絡んだ利権に絡んだね、この売国ども食わせるために、なんで日本をこの壊しながらね、日本を売り飛ばすようなね、そんなことをしなきゃいけねえんだよと。しかもこの税金も動かしてさ、うん、ふざけるなと、大概にしろよとね、誰も止めねえのかよっていう話は何度もかしてたと思うんですけども、まあこれがその答えになるかどうかは分かりませんが、これはなんかあれですかね、ゲロブス、太陽利権みたいな書かせてもらいましたけど、このペロブスカイト型太陽電池って知ってます？聞いたことありますかね？これなんか最近ワイドショーで取り上げられたっぽいんですよね。ね、再エネ詐欺、ね、再エネ、ね、再生可能エネルギーなんてのはもう詐欺で、ね、太陽光メガソーラーなんてもうもろ詐欺なんで、なんとかしろよっていうところだったんですけども、もう日本政府がこの純国産の、ね、この、ペロブスカイト型、もっとなんか違う名前なかったのかな、太陽電池に全力投資すると、で結果この中国製の太陽光パネルを排除する方針ってことを言うんですよね。だったら禁止しろよ、まず。まず即禁止しろよ。なんかこの曲がる太陽光パネルみたいな、太陽電池みたいな、なんだっけな、この塗料、塗布、塗る、なんかそういうかん、なんか、うたい文句だったような気がするんですけどもね。曲がる太陽電池の国産化を促進、政府が産業支援へっていうことなんですよね。で、再生可能エネルギー普及に向けて、だからもう再エネとか言うなよな、政府がより軽く折り曲げられる太陽電池の国内での量産を目指す方針を固めたことが分かったと。で、これがさっき言ったこのゲロブスじゃなくて、ペロブスカイト型太陽電池。重さが現行の10分の1ぐらいと軽く、折り曲げられるのが特徴で、コスト削減、これまで設置できなかった場所での活用などが期待される次世代型太陽電池ですよと。で、政府関係者によると、政府の新設した資金を活用し、次世代型太陽電池の国内での量産技術開発や、生産体制整備を支援し、30年までの普及を目指す方針だと。従来の太陽光パネルは中国製が多く、国産化の支援で中国依存を減らし、エネルギー安全保障を強化する狙いもあると見られると。まあ、このなんていうのかな、これ自体にはね、この計画自体にはね、なんていうのかな、反対、まるっと反対はしないですけども、ただまあこの動き自体も決して早くもなんともないですよね。だって海外で実用化される前にとっととやっとけよと。まあ一応うたい文句としては純国産のみにこの補助金を適用するっていうことらしいんですけども、中国製でしかもエネルギー源なんて、もうそもそもね、そんな話をさ、ね、鼻からやるんじゃねえよと、論外じゃねえかよと、何考えてんだよと、ね、敵国の敵の企業をね、潤わせて、ね、で結局だってゴミがどんどん溜まっていくだけってのはもう分かってたわけじゃん。で相変わらずこの東京都とかも普通にこう、ね、進めてるじゃん。いやもう禁止しろよ、最初からそうしろって話ですよね。ただこれなんていうのかな、こういうのいたちごっことは言わないか、ね、これ例えばさ、ね、失敗に終わるとかね、日本の技術力は低いとか、そんなこと言うつもりはないんですよ、ね、例えばこの確立することができたとするじゃないですか、まあ、仮に来年としましょう。で謎の中国にその技術ノウハウ一切合切が流出して、で格安なこの同型がね、市場を席巻して、結局は中国企業の中国製のこれを使う羽目になる、そんなパターンに落ち着くんじゃないの、ね、日本国内での量産技術開発とか生産体制整備を支援していたはずなのに、なぜかいつの間にか中国で大量生産されてそれを輸入する方が安上がりみたいな、ね、またこのなんかこの利権絡みのそういう案件になるだけなんじゃないの、ね、曲がんねえ重かったやつが、ね、曲がる軽いやつにこの、ね、入れ替わったっつうだけで、
結局は中国製の中国企業が潤うだけ。てかこれ確か開発者発明者とっくの昔に中国の大学なんかに引き抜かれてませんでしたっけ。だもうやることなすこと遅いんだよな。全くやんねえよりはいいのかもしんないけど、こんなもん例えば学術会議なんかがさ喜んでプレゼントするぜ半島と大陸に。だからとにかくさね、これも結構なんですけどもね、なんかこの作ったり発明したりっていうのも結構だし必要だしね、すごいことだと思うんですけども、それをさしっかり守る体制が何にも取れてねえじゃんね。スパイ防止法一つまともに用意もできてねえし、まあ技術はすでに流出した後なんじゃないですかね。なんかこれの話をさね、なんかこうメディアで取り上げてなんかニュースになってたと思うんですけどもね、なんか実況では、なんか学生の手柄が横取りされたみたい なんかそんな感じになっててちょっとねえっと思いましたけどもね。なんかもう流出してそうだよな。流出というかさ、ね、平気でなんかこの売国像どもが、ね、差し出してそうだよ ね。でこうやって結局さ確立する前に、ね、中国に技術も何もかも盗まれて抜かれちゃうんじゃないの、ね、いつものパターンじゃん。で一応なんかこの次世代型の主な特徴ですかね、軽く柔軟で折り曲げが可能とか、壁面とか車のこのルーフ、屋根なんかの、既存のこの太陽電池が置けない場所にも設置が可能だと。で低照度の室内でも発電は可能と。で製造コストはシリコン型からこの半減、設置輸送コストも低減で、ただしこれデメリットが何もないわけじゃなくて、従来のシリコン型の寿命は20年から30年だが、これは次世代型は今のところ10年、だからまあ半分とか3分の1ぐらいなんですかね。だからどう見てもこれメインはしばらくはシリコン型になるんじゃないの。ただまあ車とかなんだろう、スマホのこの基地局とか耐用年数が10年程度のものにはあるいはいいかもしれないですかね。あとはなんだろうな、カーポートの上とかに設置して EV 充電できるとかっていうのはやれんのかな。まあちょっとね素人にはね僕にはそれぐらいしかパッと思いつかないですけども、軽くても屋根の設置ってちょっと難しそうじゃないですか。あとこの壁面としてなんかこのあれなんて言うんでしたっけ、サイディングとかっていうんだっけ、ああいうのもなんかちょっと厳しそうな気がしますけどもね。あとは変換効率じゃないですかね、あれが従来型と比べてどれぐらいなのかっていうことなんですけども、どんどん国産を増やしていこうっていう動きには、ね、別に反対しないです。むしろ最初からやっとけよって、何を今頃かったりいいこと言ってんだよっていう、蹴っ飛ばしてやりたいぐらいですけども、なんかこれもな変な方向になんかこのいいように転ばされそうな気がしてならないですね。うまくいけばいいんですけども、こういうのをこの守る、ね、取られねえように、取らせねえように、ね、取ったやつはもうね、ぶち込んで二度と表に出さないぐらいの、だからそういうさ、ね、あのシステム、枠組みっていうかさ、そういう設計が全然できてねえんだよな。まあ、わざとだと思うけどね。反日勢がわざとそういう風にしてると思うんで。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。